今日も来たぞ。出たのはまだそれなんだな。あ、今日も来たぞ。さすがにちょっと今回脱いじゃってるんだけど、今日はね、最強デッキ持ってきたからな。お、待て待て待て、でうお、シューラーの波動のような木、シュラベートーベン。おお、授業始まって、授業始まるだけ始まって、いやいや、授業始まる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 から、ケーブルもさ、かぶっとかないと、かぶっとかないと。え、かぶる、はい、かぶる、はい、はい。あ、俺は最強デッキ持ってきたぞ。来たこれ俺が始めなきゃ。あ、俺は最強ドラゴンデッキだし、はい、ケーブルじゃないよ、ないよ、ないよ、ないよ。僕は持ってきたのは、勝ったの切り札デッキ。ちょっと何が活躍するかまだ分かんない。なるほど、お楽しみよね。じゃあ今週もファイナルメモリアルパックでやっていくぞと。この最強ドラゴンデッキ、ドラゴンデッキ、もうレアカード全部入れた。お、ケーブルは入れた。おー、すげー。でも俺負けねー。え、レアカード、レアカード、レアカード入ってるよ。入ってる、レアカード入ってるけど、あんな神々王女もピカピカしてないと思うよ。俺神々王女超えたから。俺の、いや俺の、俺普通だけど、いいよ。まあ俺は別にいいよ。でも多分僕が一番負けた。大人だから別に僕が一番分かってたみたいな。うん、正解とか全部見せたい。いや、なんかほら、だから小学生側から言われると何も言い返されるかしら。いいぞ、小学生準備できてるからな。よし、ケーブルも、あとシャッフル100回ぐらいするから、ちょっと待って。動画始まっちゃう。動画だよ、怒られてる。いや、始まっちゃう。はい、シャッフル全然違う。先生、これで最初グー、ジャンケンプレイ。よっしゃー、よっしゃー、よっしゃー、よっしゃー。オーバーキルしたね。じゃあ、はい、じゃんけん先行。レッドも不適されない、ちゃんとじゃんけん構成なんだから、はい、じゃあ元気よく、はい、はい、はい、せーのでいくよ、はい、せーの、デュエルスタート。倒す、倒す、救殺員倒す、絶対に倒す、チャージターン終了。ドロー、絶対に倒す、倒す、チャージタイム、ドローします。何悩んでんだ、俺の最強ドラゴンデッキなの。どうせやられたらね。チャージしてターン終了、どうぞ。夜思い切りだよ。いやー難しいな。なんかあの人置いてるカードすごい怖いんだけど、あれ最近の小学生持ってんの。なんでリベンデルストン不調変座と、あ、ダイムドロー。神は我をまだ見捨ててなかった。そんなこと言う人が過ぎたかも。チャージ、エールライフ、ラフェマース、おしまい、どうぞ。通信簿でちょっと言葉遣いが出てしまう。大人チャージ、はい、5色揃った。ピラギミラクル、ミラクル、お、加速、加速、大変だ。うわアンタップします。ドロー、もうまた加速だけあればいいんだ。バーチャージ、師匠の遺跡発動します。これはレインボー、あるレインボーが4あるから。さあ、マー加速対決じゃん。シュ、それほんと強いな。おしまい、どうぞ。かっこいいから、めっちゃ入ってんな。でも負けないからね。チャージ5マナ、トップブロマネスク、2マナ加速耐えんの。いや強い、いや強い、金ピカですよ。ジェットマンタップします。ドロー引き、クラスで一番強いから。クラスで一番強い、一番強いクラスで、スクラスで、え、僕はクラスで大体4マメぐらい。じゃあ控えめなんだ、控えめなんだ。こういうタイプの子もいるのね。スペルサイクリカ召喚します。師匠の遺跡を使います。でもやってることは控えめじゃないからね。全然控えめ、全然3番目じゃないだろ。おしまい、どうぞ。全然嘘つけ、嘘つけ。通信簿に払うぐでもね、払うぐでもね、もうね、終わりなんだ。終わり、10マナタップ、デン、波動のいただき、シュラベートーベを召喚。うわ、強そうなってた。キングコマンドラゴン、ゼニス、強い、色付きのゼニスから強い。はい、はい、自分のドラゴンが召喚でバズに出たとき、山札でか2枚はマナゾーンに置ける。ほいほい。そして自分のドラゴンは全てスピードアタックスレイヤーを持つ。おお、ターンエンド、なんと次のターン取りさせてやる。うわー、確かにな。しかもこれだけじゃねえからよ、シュラベートーベの力は。まだある、まだあるぞ。これテーブル力大丈夫。ほらほらほら、内向的な子だな、ケーブル君は。やったるぞ、やったるぞ。とりあえずじゃあ割と相場大きくなった感じかな。マナチャージ、マナチャージします。マナチャージして12345678910111、はい、じゃあバチ召喚します。バチガチンコダイチ5回目、黒枠のバチ8回目、8、3回目、7、8、5回目、7、オールイン。デッドだー、デッドだー。まだ分かんないけどね。
5回負けた、5回負けた、5回負けたんだ。まずはプリン、プリンハンターを出すね。はい、ハンターを5体出す、はい、それがカイザーバッチ、ダイハード流星、流星カイザー、カイザーバキシン、ジエンド、プリンの効果で2体タップします。おで、これはすごいぞ。まうまいよ、待てこれ。まずこれは何が起きるんだ。まずは流星ジエンドで、トップオブロマネスクにアタックするときにバトルする。まずダイハード流星ここで資料1枚ね、墓地を送ります。墓地に送る。でバトルでバトルをしたので代わりに手札に戻して、バトルしてないからスレイ発動しないね。はい、スレイ発動しないです。で流星ジエンドでもう一回調べ止めにアタックするときにダイハード流星の効果でシード1枚墓地で送って、バトルにしたときに代わりにワンタップしてディフューチャーを押します。で続けて流星ジエンドでプレイヤーにアタックするときにダイハード流星の効果でシード1枚墓地で送ります。全然小学生じゃないんだけど。はい、これでダブルブレイクです。ケーブルルーク内向で言ってたけど、あれ、カイザーバキでダイレクトアタック。じゃあ俺のターン。ケーブルルーク内向で来たけど全然めっちゃ強い。俺隠れた天才がいた。やったー。でもね、確かにこういう子じゃ絶対テスト前に勉強してないっていうタイプだったでしょ。テスト前は全然勉強勉強してないけどしてるタイプだよね。テスト勉強全然しなかった。うわねー、やばい。ちなみにこれ何が起こったの。次だったらさ、自分のマラソンから好きなだけドラゴンを召喚できる。ずるじゃん。何回でもいけるの。そんなのずるじゃん。くてくて、ずるじゃん。出して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 思ったらさ、なんかさ、モンスターレスさ、ずるじゃん。違う、ずるだ、楽しい。やってるねよ。あー、思った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 。ちょ、効果なくて、いや、X じゃなくて大型に後がつく。でもすごい、これやばい。これでこれもう入ってってことだ。マジもう入ってんだね。入ってるし、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 すげえ。ここは入ってます。すげえ、やばいやつよ、これ。これってほとんど組めんじゃん。超次元ゾーンの、ちなみにこれとこれとこれも絵が違って入ってるじゃない。入ってるじゃん。入ってる。もしこれ絵も違って繋がるし、レブイフ構築。そう、レボエフコーチ、レボエフマヒ、レボエフマヒ、すごい、レボエフがマヒが組めるのか、すげえ、はい、ファイナル感あるな、ファイナル感あるな。詳しいリストは、本ページをチェックしてくださいね。素晴らしいね、最近の小学生って感じだね。そうだね、確かに、若干ね、昔のね、確かに系ね。でも最近のね、みんなもね、これが組めるから、すごい、手に入れて組んでみてください。いやー、ファイナルの動画熱いね。熱い、で、手に入れてください。じゃあ、またねー、来週、じゃあねー。